可能な限り顔出ししていただけると超絶嬉しいです。あ、ちょっと、映してよ、全部。森さん。森さん。皆さん、森さん、森さんだ。森さん、聞こえる？聞こえる、聞こえる、聞こえますか、皆さ聞こえん。てる。ああ、皆さん、お久しぶりです。ありがとうございます。おかげさまで、本日退院しまして。おかげさまでありがとうございます。もう、はい、今日はやっと皆さんのお顔が見れて嬉しいなと思ってます。森さん、せっかくなので、本当に差し支えない範囲でいいので、何か、今日は今ここにはですね、会場全部見えるのかな？何人ぐらい？ 5 万人ぐらいの方が、集まってきてくださっていて、でですね、そうそう、みんなも仲間が手振ってると思うんおです。森さんの、ご回復もそうだし、ご退院もそうだし、それから、まあ、勝手ながらよそ者の私たちもですね、大好きな能登町に何か関わりたいと思いながら、できてることすごく少ないんですけど、でも今日このね、場を借りて、2回目の、能登町、競争会議、競争だから共に作るっていうのを、今日もまたいろんな人来てもらってやってます。オンラインでも、入ってもくれているので、そんな場にですね、私にとってもみんなたちも大好きに来てくださってると、っていうのは素晴らしいことなので、なんかちょっと一言でも二言でもいただけますか？ はい、ありがとうございます。そうですね、60日経ったっていうのが、ちょっと正直よく分かんなくて、で、今、郁弥君も、いましたし、皆さんそうですけれども、その現地で皆さん頑張ってる中で、僕がその入院してる間に何かできることがあるのかなとか。サーブの部分がもう一度申し上げますと、スコープ1、2の内容で大丈夫そうですか、すいません。見えたりしました。あ、すいません、はい。私の方から。なんて言うんでしょう、その皆さんの、と何か一緒にやりたいなという気持ちのまま、気がついたら60日経ってて、で、やっと退院できたんですけれども、で、退院してからもしばらく、通院リハビリということで、1ヶ月ちょいぐらいは、まだ戻れない期間にはなりますが、早く戻ってみんなと一緒にしたいなというのが、正直なところです。早く会いたいです。で、今日退院して、今日から本当、あの日以来初めて家族と一緒に暮らし始めるので、ちょっといろいろな、ことをして、順番に、していきたいなと思ってますけれども。はい。でも本当にこの場を借りて、いろんな方にお世話いただいたので、本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなそれぞれいろんな気持ちがあると思うんですけど、とにかく心の底から退院が嬉しいし、今日この場を一緒に過ごせることを楽しみにします。次の楽しみは実際に会える日を。いきなり始めましたけど、皆さんの森さんはご存知の通り、初めての方もですね、私にとっても、ここにいるみんなとてもとっても大事な方で、直近に言えば、そのつなぐプロジェクトというですね、地域活性とリーダー育成を同時にする、研修ですね。これを昨年から4地域でやらせていただいてて、そのうちの一つが、この大好きな能登町になります。ちなみにもう一個大好きな南町から、今日はね、お二人がですね、一緒に来てくださってて、山本康夫さんと貴子さんです。一番最初に収穫ワーケーションに行った時から受け入れてくださっている農家さんで、38年間無農薬の梅干しを作っていらっしゃる素晴らしい方。こういった私にとって大事な地域の、方の一人がこの森さんでして、皆さんが地域コーディネーターとしてですね、能登のプログラムを、素晴らしいプログラムを作ってくださっています。で、その参加者の一人がリサですね。リサ、ちょっと自分のことについて言ったことが、リサはスーパーマンで、もう、ああ、リサ、ありがとうございます、リサ。やりながらですね、もうも僕はこれくらいで。う、ね、やってきたな。能登に来て、やっぱり能登が好きになって、その後ですね、この、災害、高等支援のところというのを、今、一緒に、私たちのチームに入ってやってくれています。で、私たちのチームというふうに言っているチームが何なのか、ちょっとだけご紹介をすると、
私が横にいます野村翔子さん、そして石川純也さん、ちょっと自己紹介から始めていただきます。どうぞ。純也さん。石川です。お久しぶりです。僕はトイレトレーラーっていうのを、20箇所今持ってます。で、避難所にね、たくさん、少しはちょっと役に立ったのかなという気はしますが、これからまた街づくりの、ボランティアフェーズになって、ボランティアのトイレになりますので、半年ですね、半年から1年ぐらいは、この能登半島にいてですね、活躍していいなというふうに思います。そんな僕はその災害支援の立場として、で、ゆかさんは、ワーケーションか、街づくりの立場として、この2つが一緒に組んだら、何か新しい支援の仕方っていうのが見つかるんじゃないかということを、3年前に、高浜の、合宿の宿で、やっと、去年の9月に1日に立ち上がって、4ヶ月後に元に避難に戻って、で、我々は立ち上がることになったということでございます。こういうよりまた詳しくお願いします。よろしくお願いします。野村翔子です。私はですね、このゆかさんと、ジュニアさん、その2方が作ったというか立ち上げたワーレスキューというチーム、こちらの方の、皆さんがワーケーションに行った先にもし必要があったら、自分たち支援できる人材になりたいという熱い思いを持たれた方がいらっしゃった。たくさんいらっしゃったので、その方々を支援する人材、支援できる人材という形で、養成する、そういったことをお手伝いする場合に、ワーレスキューの方に入ってまいりました。ですので、そういった、本当に縁の下でこう、支えながら、で、一人でも、役に、次のお役に立てるような、そしてその熱い思いを具体的に実践できるような形に進められるようなプログラムであるとか、そういった、防災ワーケーションとか、そういったことを企画してやっております。今日は、元で、ご一緒させていただいて、今まで、我々がやってきたこと、そういったことをご紹介させていただきながら、これから私たちの調子なんだろうし、と一緒にどのような方向に向かっていくかということもお話しできればなというふうに思っております。ありがとうございます。そしてですね、もう一人ちょっと今日は頭にご紹介したい人がいるんですよ、かっちゃん。かっちゃん、ちょっと自己紹介をお願いします。いいですか？大丈夫？あ、大丈夫です。皆さん、すみません。かと思って、これか。後でね。森さんお世話になったんですけど、私と森さんの、昨日と、ごばっとってのは、昨日、たまたま今、偶然こうしたので、今も、みんちゃんとか、お母さんとか、教室のお家で、お二人、そこに住んでよかったんですね。わかりますね。ありがとうございます。すごい嬉しい。ありがとうございます。この会議は何の人でもございませんで、何の予定も何の打ち合わせもしていない、場なので、こういうふうにすごい偶然があるのも嬉しいですし、かっちゃんって申し上げたのは、後でちゃんとお話ししてくださると思いますけど、この能登町の役場のですね、ふるさと振興課の課長さんでいらっしゃって、
小川さんって言うんですけど、かっちゃんと私たちは呼んでます。かっちゃんがいるから、1月1日からですね、本当にいろんなことをやらせていただいたし、それから今日ここにも来てくださっている、元町の、ね、大事な仲間たち、私の木こりの仲間の、いくちゃんたち、はい、もう今日来てくれていて、こういった、能登町の能登の皆さんがいるからですね、今日ここにさせてもらっています。で、主催は誰なの？今日はと言われたら、潤滑醤油って覚えておいてください。何それ？潤滑ですよ、潤滑ね。潤也。あっちゃん。潤滑。野村翔子。島田優香。ここで、潤滑醤油というチームを作っておりまして、主催はどこって言われたら、僕らでもない、誰でもない、この4人でやろうということで、始まった、この会では2回目になります。はい。ということで、進めていきたいんですけど、同時にですね、今日ね、オンラインでも、参加をね、わざわざくださっている、ご紹介したい人がいるんですね。で、実は今日のね、本当は、そのつなぐプロジェクトの、能登のプログラムの地域報告会というのを、町長と副町長に、あと住民の方、それから受け入れてくださった生産者とか事業者さんとともに、やらせていただく日だったんです。ところがまあ、こういったことになりましたので、それはちょっと延期としまして、でもせっかくの機会だから何かしようということで、この日をね、ずっと開けといてもらったんですね。そして、まずですね、ちょっと、オンラインの前にリアルから言っちゃうけど、今日このためだけに来てくれたのが、はい、ここにいらっしゃる、季節感が分かっていらっしゃらないのか、それとももう、もうそれを超越した存在なんですけれども、ですね、一般社団法人日本ウェルビング推進協議会の理事をしてくださっています、清中さんです。清中さん、お願いします。楽天の小林清中と申します。よろしくお願いいたします。まずもって、今、この場にいる方々が、元気でいるというのは素晴らしいことだなと思ってますし、この命があれば未来が作れるんじゃないかなと。うん。清中さん、なかなか私泣いちゃうじゃん。はい。で、この清中さんとともにですね、私たちが作っている一般社団法人日本ウェルビング推進協議会というのが、つなぐプロジェクトというのを主催しているので、今この名前が出たんですけど、その理事のですね、他のね、お二人も今日オンラインで入ってくださっています。小原総太郎さんと、吉弘拓夫さん。私は総ちゃん、拓ちゃんって呼んでます。ちょっとぜひともですね、一言いただければと思うんですけど、総ちゃんからお話できますか？はい。皆さん、こんにちは。日本ウェルビング推進協議会で、理事務めております。小原総太郎と申します。私はですね、オーガニック、有機農業を軸にした、サステナブルなこう地域づくり、全国で取り組んでおりまして、まさにその中心に人の幸せ、人と仲間たちの幸せ、ウェルビングを、軸にしたですね、日本の立て直しということをやっている中で、もうまさにですね、その、これから、東南海トラフなんかも、予測されている中で、その災害と人間の向き合い方というのも、非常に、真剣に考え続けてます。その中で皆様が、もう本当にですね、こう大変な思いをされたところ、本当に、もう、ただこれからですね、もう皆様が、復興に向けてですね、動いていくところに、我々ですね、ウェルビング推進協議会が、やっぱ人とですね、社会と環境、みんなのこう健康をですね、こう、幸せをですね、こう提供できる、何かこう、微力ながら、お力になれればと思ってますので、今日ご縁に、能登の皆様ともつながって、ウェルビングな社会づくり、ご一緒できればと思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。小原総ちゃんもですね、実は、総ちゃんがすごく、もう深い関係を持っている埼玉県の小川町っていうところがあって、有機栽培の聖地とも言われているところなんですね。でそこにですね、このつなぐプロジェクトでお世話になった、生産者さんとか事業者さんに、来ていただいて、その皆さんにとっても何か研修というのかな、気づきの場になったらということで、そういった機会を2回、今年度は持たせていただきまして、はい。この間の高子さんもね、行ってきてくださいましたけれども、はい。こんな感じでいろんな地域の皆さんが繋がっていったらというところもご協力くださっています。ぜひとも能登に、来てほしいので、まだ来てないでしょ？と、まだ行けてないから、ぜひ。
はい、来ましょうね。そしてどっかで必ず来てくれると思います。ありがとうございます。そしてもう一人がタクちゃんです。タクちゃん、一言いただきます。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。聞こえてるよ。聞こえてますか。はい、ありがとうございます。同じくウェルビング推進協議会の吉弘拓夫と申します。全国を移動する公務員っていうのをここ書いてますけれども、私もともと福岡県木橋市の職員、それから群馬県下仁田町の副町長をして、今は総務省の外郭団体の方で働きながら、公務員の皆さんのウェルビングを上げていく、そして、志や能力を 1% ですね、上げていけばもっともっとワクワクする社会になるんじゃないかということを思いながら、まあ、それを達成するために日々、全国歩んでおります。今日はちょっと東京からで、大変申し訳ないんですけれども、この時間を皆さんと共に過ごしていければなというところと、実は私自身もですね、九州北部豪雨という災害2回会いまして、まあ、おじとおばを亡くした、経験があるものとして、何かこう一緒に考えていく未来を見据えて、何かできることはないのかなというところも含めて、皆さんと同じ思いでこの時間を過ごしてきたらというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、本当はこれ全員ご紹介していきたいんですけれども、そうなるともうそれだけで3時間ぐらいかかっちゃいそうなので、もうちょっとだけここにいらっしゃる方のご紹介の上で、次のちょっと話に移っていきたいんですけど、今日私がこうちょっとここリアルの会場を見る限り、能登の方、能登町、能登の方にもここに来ていただいているので、ちょっとその方に、自己紹介をね、ちょっといただければというふうに思うんですけれども、まず、ゆきちゃんからいいですか？はい。こんにちは、瀬戸池谷です。まあ、生まれは能登町で、高校卒業して金沢の消防士してました。で、消防士してるときに 3.11 を経験して、実際現地に行って、地震と津波でこんなに町や人々が取り決められるのかっていうその状況を見てたら、どこで地震やったらどうしよう。自分が金沢にいたら守れる人も守れんし、もっと帰らんとダメやなと思って、2年前に U ターン移住してきました。で、そのきっかけとなったのが、今、ここにいる、ローカルシフトアカデミー事務局長のイナッチのおかげで、能登でまた働くという、U ターン移住できることができました。で、震災にあって、まあ、震災起きてからもうずっと様々な地域に支援物資を送ったりしてたんですけど、その中でも、まあ、いろんな僕の今まで関わってきた方々、みんなが僕のことを助けてくれて、支援物資を送っていただいたりとか、寄付金を渡してくださったりとか、なんか、なんて言えばいいか、今までその人と人とのつながりっていうことを、あまり僕、深く意識してこなかったんですけど、なんかこの有事の際に、本当にみんな助けてくれて、人間って素晴らしいなと思ったというか、まあもちろんそういうことは大切にしてたんですけど、なんかより一層みんなで助け合って生きていくっていう、なんかそういう生き方が、この機会にみんなできればいいなと思う。能登町だけじゃなくて、まあ能登半島だけじゃなくて、これから起こるかもしれない。南海トラフの地震とか、首都直下型地震とか、多分これから日本人が立ち向かわなきゃならない災害ってたくさんあると思うので、これをきっかけにみんなで協力して手をつないで乗り越え出ればいいなと。なんかこの、ゆかさんとか、まあ、潤滑翔平さん、この主催してくれたこの機会がきっかけになんかすごいいい輪が広がっていけばいいなと思います。皆さんよろしくお願いします。あと、能登の、被災は、能登在住の方は、ぜひちょっとお話ししていただきたいなと思って。はじめまして、2月1日に、まずから移住という形で、能登町民になりました。お二人と申します。まあ、森さんをはじめ、移住のいろんなことでバックアップしてもらって、森さんも、まあ、元気な
笑顔を見てたんで、うん、ちょっといろいろ聞いてましたけど、少し安心したかなというふうに思います。うん、まあ、こう震災が起きて決まったんですけど、僕の中では、まあ、好きなノートがみんな元気でやっているので、こう何かできることはないかなとは思うんですけど、実際そんな僕には力がない。ただただ、もう何で、ケーキ屋さんとか頑張ってる姿を見て、なんか近くにいたいな、好きなノートに行きたいなっていう思いもあって、まあ予定通りしたんですけど、移住することを決めました。まあ本当、いろんな経験も、まだ全然時間かかってないんですけど、すごいいろんな経験をして、いろんな感情も、本当に人の力ってすごいなっていうのは、まあ、まだ短い期間ですけど、すごいいい経験になってるから、ありがとうございました。はい。いっちゃんと、まさかずは、ひこり仲間っていうふうに、ご縁というですね、チームを作ってるんですね。で、特殊伐採というですね、新しい技術を持ちながら、本当に多くの皆さんにの役にもちろん立っているし、今回の災害でも、ものすごい活躍されているってことを町長からも、おとといも、話を聞いたばかりで、でこのみんなと私は、約2年弱前に、合同会社を、のとのという会社を作って、で、この、本当にみんなのですね、仕事に対しての向き合い方とか、生き方とか、生き様とか、こういったものがもっと、特に都会の人に知れたらね、山を大事にするとか、森を大事にするとか、それから仕事、生き方、毎日の暮らし、これに対しての感覚は変わるだろうと。で、これとワーケーションっていうのをかけた形で、今、キコリワーケーションっていう企画をやらせていただいたりしているその仲間なんですね。で、今日は、もしかしたら5人全員揃うかも、もしかしたらそうじゃないかもって言いながら、今日は来てくれているので、もし残り3人が来てくれたらウェルカムしたいと思いますし、あと、イクちゃんが言ってくれたように、私にとっても実はイナポンがいたから、ノトとの接点を作ってもらっています。今と同じでローカルシフトアカデミーの元のクラス、基本講師をに選んでいただいたことがきっかけで、でもそれは、イナポンがハイヤさんと出会ったから、イカちゃんと出会ったからそれができてるわけでしょ、うん、皆さん、イカちゃん、役場のですね、ハイヤさんです。はい。ありがとうございます。来ていただいて。やっぱりつながると出会いで、こうやってものが広がっているから、どれが欠けたとしても、今ここにはいないんだなって、思いながらお話を聞いていました。そして、ゆきちゃんの横にいらっしゃる。はい。岩木さん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。珠洲市なんですが、今日はですね、たまたま清中さん、小林清中さん、奥さんが私と、中学校の同級生です。中学そうですか。1年生の時は同じくらいで、実はちょっと好きだったんです。ありがとうございます。水曜が夜ならもしかしたら、好きかもしれないです。私は東京から東京育ちで、2年半ほど前に珠洲市に、会社とともに引っ越してまいりまして、今、ここで2年半を迎えています。思い返せば2年半も、ちょっとですね、2021年、6月ぐらいから分割審議が始まっておりまして、それがまさに私が会社を扶持に移した、この瞬間だったと思うんですが、お前が地震を連れてきたというふうにご扶持に皆さんから言われました。非常にご感じをしていただきます。まあ、今回いろいろですね、この会議から、ずっと、いろんな活動をさせていただいてますし、なんかびっくりしたの、森さん知ってたんですね、よく考えてたら。皆さん、こんにちは。こんにちはって言ったら、LINE でいろいろ、LINE じゃない、メッセンジャー等でいろいろやりとりしてて、最近入院してるということを知りました。すいません、なんかで普通にやりとりしてるから入院しないんだろうと思ってます。入院してたって言ってました。よかった。元気、いや、最初から元気そうだと思ってます。元気で。ありがとうございます。今日はちょっと私、楽しみにございますが、大丈夫。皆さんも仲間に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。
岩木さんのこの、震災の時もですけども、活躍と活動はものすごくてですね、皆さんのいろんなところで、目にされたり、耳にされたりしてると思うんですよ。私もすごく尊敬で、ね、はい。今日、こういったご縁で、お会いできるのすごくでしょ。私も SFC なので、はい。同窓だということが、わかりましたし、うん、私も東京まで東京育ちで、どちらに移住はしてないけれども、でも、会社を作っちゃうぐらい、やっぱり好きで、はい、関わっていきたいと思います。そういう意味でも、なんか、勝手に同志だなと、思ってしまいます。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。であと私がちょっとまだお会いしてなかったり、会ってるかもしれないけれども、イヤポの隣の女性の方とか、いかがですか、ちょっとぜひ。では、あとぜひお二人も少しお話しくださいま。はい。横丁学は職員の川端といいます、村田さん。小川課長が、上司。おぉ。どうしですかとか聞きたくなっちゃうけど、さておき。はい、で、ハイトさんの横に座っております。もうお世話になっております。で、私の仕事は、移住研究というところで、森さんと一緒に仕事をさせていただきます。なるほど、じゃあ、みんなと知り合いますね。顔が映って、私もちょっとうるっと見ております。もう超嬉しいよな。はい。私のデスクから見えるのが201階リスなんですけども、皆さんボランティアの方が入っているお部屋があって、で、そこにデスク、ボランティアの方がたくさんいらっしゃって、で、私もちょっと見せていただいたんですけども、たくさんの支援団体の方、ファンがつながり合って、よく見て、リスサイトを作ってくださってるんだなと思って、本当にありがたく思っております。で、ボランティアの皆さんの笑顔と、心と行動で被災者の方は救われてるんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの激励にしてくれてるのがかっちゃんの存在なので、はいはい、改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そうしましたら、あとちょっとお二人ぜひマイクを足を押していきましょう。押していただいて、はい、どうぞお願いします。こんにちは。こんにちは。僕の地元の人間で、上野よしきと言います。僕は、瀬戸くんと同じ U ターンなんですけど、20代の大阪で暮らしてまして、29歳でこっちに帰ってきて、大体10年ちょっと経ちます。で、こっちに帰ってきてからは、30代なんですけど、地域が深くだったりとか、いろいろちょっと賑やかじゃないということで、若者の会で盛り上げようという活動をやっておりました。亡くなったボンドで復活させたりとか、年末にカウントダウンの花火をやったりという活動を進めておりまして、あと青年会にしても属しておりまして、こちらも去年卒業してしまったんですけど、去年大晦日に花火を上げて、2024もいい年になるなという思いを高めたところでの地震だったので、大変ちょっと苦しい思いをしておりました。で、作業はここの近くでガソリンスタンドをやっておりまして、発災直後も緊急事態の対応と続けておりました。で、なかなか仕事も忙しくてですね、他の状況もかなりあるんですけども、ちょっと皆さんのお話をいろいろ聞かさせていただいて、いろんな情報とかを得たいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ガソリンスタンドはどこら辺のガソリンスタンドに、はい、ここの近くなんですけど、ここから海の方に行っていただいて、旧役場があるんです。昔の役場があった場所から見えます。すぐ近くですね。そうです。ここから歩いても5分ぐらいの。なるべくそこで入れるようにします。マジそうです。ありがとうございます。私も移住組でして、昨年の1月から1年間、私も元町平成促進協会で、弁護士さんのところだったら、クロスポールでいつもお会いしてますよね、受付のといつもお世話になって、ありがとうございます。そうですね、1年経って、このような形になってしまって、なんていうの、言葉が出ないですか。皆さん、手を取り合って、前向きに行くのが、そうですね。ありがとうございます。
いや、まあ、いろんな方が来てくださることが何よりむしろ嬉しいし、うん、この会議って何しようというんじゃなくて、ちょっとだけ未来について考えてみようかなっていう、その時間を取ってみようっていう、すごくいい意味で気楽なものなので、うん、いい時間になったらいいなと思っています。でですね、最初に少し動画をお見せしたりですとか、あと、まあ、じゃあ潤滑醤油、この2ヶ月ぐらいって何やってきたんだろうとか、何のことしてみたんだろうとか、少しちょっと振り返る形になるかもしれないけれども、お話させていただいて、で皆さんが、まあ、今思っていることなんかを少し聞いたりしながら、やっぱり、うん、一番今日伝えたい時間っていうのは未来競争だから、未来ってね、私たちって未来しか作ることできないので、それを共にいろんな立場、いろんな形が変わりながら、どんな未来があったらいいんだろう。まあ、どんな能登町もしくはどんな能登、あったらいいんだろう。まあ、こんなようなところですね。夢物語でいいから、うん、ちょっとこう、ワクワクしてみる。ウキウキしてみる。そんな感じの時間でいいかなって、こんなふうに思っております。はい。じゃあ、ジュリアさん、最初に動画がいいですかね。見せて、お見せする。最初に。こっちの方が、うん、こっちの方が。はい。わかりました。最後に動画を見せて。OK、OK。じゃあ、すごく簡単なんですけど、ちょうどですね、おとといかな。私たちが参った、次の日にですね、町長の時間を、かっちゃん経由で取らせていただいて、今1月1日、まあ、からですよね、どんなことを、一緒にやってきたのかというところをですね、1枚ではあるんですけれども、まとめたものがあるので、まあ、これをちょっと参考にしながら、少しですね、お話をしたいなと、こんなふうに思っております。そうですね。はい。ではい、これだけで時系列で、佐藤さん、ぜひ話してくれてちょっと見えにくかったら、ぜひ前の方を来てください。大丈夫ですか？見えますか？こちらの図なんですけれども、上から下に時間が流れています。で、赤いところがちょうど、1月1日、16時10分ごろ発生した、の地震の時間になります。そして、私ども、このバーレスキュー、ここにいるジュニアさんとゆかさんが、1月の5日から7日に、まずの都庁にお伺いして、いろんな活動を始めました。で、本当に、ここに書いてあるのは、まだ、一部なんですけれども、例えば、スターリンクをいち早く、の都庁にお持ちしたり、あと、トイレトレーラー、役場の裏側にある、ぐんまちゃん。ああいった、トイレトレーラーをお持ちして、おりました。で、その時に、まあ、本当に多くのメンバーに、この能登町の状況を教えていただけるように、いろんな情報をいただきながら、それで1月8日に急遽報告会を実施して、そして私たちが持っていた情報をメンバーとそのネットワーク、つながりのある方々に広げました。それをベースにしながら、じゃあ私こんなことができるよ、こんなことができるよっていろんな情報が我々に入ってきて、それで、例えば梅の里、これは和歌山の方、そうです、南のですね、農家さんがリードをしている救助隊があるんですよ。そうなんですよ。その救助隊の方々もいち早く入ってくださったり、そしてインスタントハウス、これ今能登町のいろんなどこで見られると思うんですけど、それぞれにもめちゃくちゃなくもうこの裏手にも今実は見えるんですけれども、白いとんがり帽子の、そういったものも、まあ、第1号ここ、ね。第1号ここね。はい。そして、あとですね、我々のちょっとつながりのあるところで、炊き出しの連携であるとか、食材、物資配布といったようなことの連携もしておりました。で、あとコロナストーブも入るし、これはもうここだからについてだ、竹江さんが全部寄付してくれたやつなんですね、コロナのストーブ、40台ぐらいだったかな。で、そして、そこ、牛舎への餌運搬支援、これも能登牛、絶対耐えしちゃいけない、本当にブランド牛なんですけれども、この能登牛、一回なくなっちゃって、その種がなくなってしまうと、その開発に5年とか6年、やっぱりかかっちゃう。そういった大切な能登牛とか牛舎、その方々への、その方々って、その牛さんたちへの運べるようにしたり、それからあったか毛布っていうのを
あの、カイズさんが、あの、ご提供くださって、あの、本当に寒い方々、もう避難所とか寒かったりするんで、そういった人たちにも配ったりしてました。で、そんな、まあ、いろんなことをやりながら、まあ、あの、報告会やったり、未来競争会議の第1回目をやったり、そして進めてきたんですけれども、我々が一番コアになって進めてきたのが、この二次避難プラスというものを、あの、軸に考えてきました。というのが、一番初めに能登町から、ここにいる住宅さん、石川住宅さんから連絡が来た時、開口一番、仮設を建てるところがない。という話がありまして、そして、それが1月の6日の朝です。で、仮設を建てるところがで、あの、どこかにこう、もう今から本当に、あの、住宅大変な状況だから、いち早く、その仮設も必要なんだけど、建てるところがないんであれば、一旦どこかに、あの、避難していただいて、そして、こちらの環境が少し良くなるまで、そちらで、あの、コミュニティごとに、行けるような避難。そして、なおかつ、二次避難で、帰還していただけるような、そういったプログラムを組めないかっていう形で、二次避難プラスというものを考えてきました。そして、その、発生的にではあるんですけれども、例えば、家族が避難していて、お父さんとかお母さんだけ、能登町に残って、復旧復興の活動をされる方、その人たちのために、キャンシー用の、まあ、いわば仮設なんですけれども、そういったものの、能登ハウスっていうのを、瑞穂町の、旧小、あの、瑞穂小中学校の跡地の方に、まあ、持ってきていただいたり、そして、あとは、今一番ホットイシューかもしれないですけれども、能登高校のソフトテニス部の、寮の方が、使えなくなっちゃったので、そちらの方々、もう本当にソフトテニス部の高校生を御殿場の方に避難させるっていうようなことをしてまいりました。他にも本当にまだ細かく言ったら言い切れないほどあるんですけれども、こういったことを活動の、主だったところで言ってまいりました。で、ちょっとその能登高校のソフトテニス部の避難支援について、瀬尾さんの方からお願いします。はい。あの、これも、あの、実は、あの、まあ、僕が、助け合いジャパン、本部、御殿場市、静岡県、まあ、そこにいち早くですね、こういう状況だということをお伝えしましたが、時の住処というリゾートホテルグループがありまして、そこで、雇用も込みで、あの、100名ぐらいだったら預かれるというお話をいただきまして、それで決めかけていたんですけども、ご案内を、まあ、のこの方にしたら、いや、今一番問題は、実を言うと、その、全国3位になったソフトテニスボール部の、宿泊、あの、寮が、もうボコボコに崩れちゃった。それと、練習をするテニスコートもフラットみたいな。まあ、そのような状況の中で、なんとか子供たちの応援ができれば、ということで、オール御殿場と言いまして、自衛隊も含めてみんなで迎え入れる準備をしていただきました。ちょっとその時の映像を流してみますか。すみません。ちなみに、ちょっと時間的に、あと5分くらいで。全然。大丈夫ですか？わかりました。はい。はい、うん、では、はい、どうぞ。あの、これはですね、全国放送に、まあ、皆さん見た方も多いかと。イラストレーターのうつです。オール御殿場での支援を約束しました。能登半島地震で被災した石川県立能登高校のソフトテニス部が練習と学習を続けるため御殿場市に滞在することになり、今日歓迎式が行われました。
能登高校の生徒たちを乗せたマイクロバスが御殿場市役所に到着すると、勝俣正美市長をはじめ市の職員たちが拍手で出迎えました。ソフトテニス部の1年生と2年生23人はおととい御殿場市に到着。今月下旬から始まる全日本高校選抜ソフトテニス大会に向けて、宿泊先の時の住処で昨日から練習を再開しました。まだまだ厳しい生活をしている、ふるさとのことはいつも頭にあると思いますが、皆さんにはこの日本一の富士山が見守っております。安らぎと癒しを時には感じていただき、勉学練習に力いっぱい励んでいただきたいと思います。オール御殿場で、皆さんの活動を支援をさせていただきます。能登高校のソフトテニス部は2015年のインターハイ個人戦で準優勝、団体戦で3位に入るなど全国屈指の強豪チームとして知られています。毎年の目標である日本一に向けてみんなで頑張っているので、その御殿場の人たちには感謝しかないなと思います。まあ、練習はしてたんですけど、綺麗なコートで打ててありがたいなと思います。こんなにいい環境を支援していただいたので、勉学と部活動を一生懸命に励みたいと思います。じゃあキープする、キープする、キープするはドネイト OK、 Thank you。 生徒たちは1月中旬からリモートでの授業が再開。ソフトテニス部の部員たちは宿泊先の会議室を借りて、能登高校の教室とオンラインでつないで授業を受けています。生徒たちが滞在する3週間、御殿場市は時の住処や陸上自衛隊などと連携し、寝泊まりや食事、練習環境などを無償で提供します。食事、それから宿泊で練習の施設 の、 使用料、こういったところも全て御殿場市さんの方に支援をしていただいています。能登高校ソフトテニス部が目指すのは、今月28日から名古屋市で開かれる全日本高校選抜ソフトテニス大会での優勝、日本一です。能登はまだ復興のところまではなかなか今進んでいない状況ではありますけれども、逆境の中でも我々チームの目標である日本一に向かって諦めずに挑戦し続けていく姿を通して、能登の復興の何か一翼を担えればなというふうにして思っております。御殿場で日本一目指して頑張ります。はい、素晴らしいですね。これもね、結局やっぱつながりから、できていることで、私たち途中ぐらいからつながりが奇跡を起こすよねって、つながりは起こした奇跡が多いねっていう話をしています。最たる例なんじゃないかなって、思いますし、はい。で、皆さん、なんでこの時間が鳴ったかっていうと、ちょっと今いきなり鳴ったように思うんですけど、私たちちょっとタイマーをかけてまして、何かというと、今日って311、すごくね、日本にとっても皆さんも大変ですし、13年前になるでしょうか。はい。この日があったということを、同じ時にこの時間過ごせるということで、46分になりましたら、1分間、黙祷を、捧げたいなというふうに思っております。そのためにですね、ちょっとタイマーをかけさせていただきました。はい。46から？そうですね。はい。あとどのぐらいだろう。皆さんちょっとおのおの姿勢を整えて準備をいただきまして、46分になりましたら、1分間。はい。1分後に鐘が鳴るようにいたしますので。じゃあ、黙祷お願いします。はい、黙祷。
ありがとうございます。これで1分ですね。はい。ありがとうございます。ご協力いただきまして。やっぱ思いってすごくパワーがあることをみんな知ってると思うので、はい。このタイミングでご一緒できたこと、すごく嬉しいなと思っております。で、先ほどお見せしました、こちらの1枚なんですけれども、まあ、ここにもやっぱりたくさんのこの奇跡のつながりっていうのが現れていて、ちょっぴりだけ補足をさせてください。例えばなんですけど、このさっきのここにも見えるインスタントハウス、まあ、ライフルさんが持ってらっしゃるこの技術をですね、1月のこの8日の時に私たちが報告会をズームでしたら、それを見ててくれた、まあ、ライフルアーキテクトかなの社長の方がですね、コンタクトを直接してくれて、この、インスタントハウスをとにかくすぐ、お送りすることができると。いうことだったので、すぐかっちゃんに連絡して、すぐ欲しいって言ってくれたので、欲しいですと、お伝えをして、じゃあ手配しますって言って、2個まずすぐ確保いただいたんですね。そしたらすぐ来た連絡が、用意したんですけど、ところが、運び方が、運べないと。要はトラックなりなんなり、そういったものがないと、ちょっと運ぶ手段がないっていう、ちょっと困ったことが起きたんですが、そこで私がですね、ああっと思い出して、これなぜホッピービバレッジと書いてあるか。ホッピーって飲み物ありますよね。お酒ね。ホッピーのね、社長のミーナさん。私の、本当に尊敬する方なんですけど、ミーナさんがそういえば、私にメッセージをくれてたんですね。1月の、5から7に行ってたっていうのを聞こえたんじゃないかと、思うんです。あ、すいません。で、そのメッセージに、なんて書いてくれてたかというと、ゆかちゃんと、できることがなんだかわからないけれども、私は、トラックを待たせておくから、いつでも連絡してっていうメッセージが、をいただいてたんですよ。で、本当にトラックを手配してくれたんです、それで。うん、なのでそれを思い出したので、みなさんに、本当にトラック出せますって言ったら、出すわよって言って、トラックを出してくれて、それでですね、無事運ぶことができたと。で、そのつながりの中で実はヘリコプターを手配できるというつながりになり、そこからですね、この牛舎への、まあ、牛さんへのですね、まあ、ご飯を送るっていうことができたり、しました。まあ、こんな感じで本当につながりがつながりを生んで起こせてる奇跡というのが、能登にはあるので、はい、そのところをぜひですね、私が伝えたいことは、つながりの大切さっていうのかな。やっぱりつながってるっていうのはものすごいパワーなんだということ。はい。だから今日もここからまた何かがつながって、はい。新たな奇跡っていうのがきっとたくさん生まれていくんだと思うので、そういう意味で皆さんとのこのつながりはすっごく大事にできたらなって、こんなふうに、はい、思っております。ちょっと一個だけ追加していいですか？もちろんです。ね。あるある。トイレトレーラーって、皆さんこう、箱に見えるじゃないですか。あれ実は箱だけだと水も出せないし、その溜まったものも処理できないし、いろいろ今回、ノットでは水が足りなかったんで大変だったんです。で、我々トイレトレーラーを持ってきたんですが、実はそれを本当に、もう本当最初の1ヶ月ぐらいは24時間体制で動かしたチームがいるんですね。うん、それは支援自治体の職員の方なんですよ。うん、その方々が、もう本当に、4時間ぐらい離れたところから毎日通って、やりきってくださいました。そういう影のアンノーンヒーローがいることをちょっと紹介させてください。北斗市の坂本さん、ちょっと一言お願いします。はじめまして、山梨県北杜市役所の坂本健吾です。なんでトイレトレーラー能登町に派遣できなかったのかな、かっちゃんに使ってほしかったな、本当に思います。
以上です。ちょっと涙。すずに活躍中ですよ、北斗市のはね。はい。はい。いや、ありがとうございます。そして皆様、そうこうしてる間にですね、副町長が来てくれました。はい、ご苦労様です。遅れて、申し訳ありません。ワーレスキューの皆さんには、被災、当初からですね、いろんなご支援をしていただいて、今説明があったようにですね、トイレ、トレーラーからヘリコプター、それからハウス、今の御殿場への能登港のソフトテニスの、お世話もしていただきましたので、本当に島田由香さんをはじめですね、関係人口として、今までこういうふうな関係で、いろいろと未来についても語ったりしてきました。で、今回こういうふうな大きな被災を受けた中でですね、これからもですね、皆さんと共にですね、能登町の今後の将来も向けて、まだ、復旧、ライフラインが、復旧中ではありますけども、こう皆さんとつながって前に向いて一歩一歩進んでいきたいというふうに思います。町もですね、復興計画の策定についてもですね、今後基本的な方向方針を、示しながら、復興に向けて取り組んでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう何よりこうやって来てくださるのが嬉しいですし、私はね、やっぱりいつもなんかね、副所長とかさっきもたまたま会ったの。うん。なんかやっぱりこう、偶然の出会いって、あるじゃないですか。でもきっと偶然じゃなくて、それって本当に自然だなと思って、だからさっき偶然通ったからって、ね、おっしゃってくださったのもきっとそうじゃないし、本当にありがたいなと思います。で、今副所長も、復興っていうキーワードを言ってくださいましたけれども、私たちがこう未来を考える理由の一個はもちろん復興だし、復興だけにきっととどまらない、今もしかしたらゼロから何かを大きく変えたりだとか、さらに強化したりだとか、それでも変わらない大事なものをしっかりと残していきながら、新しい能登町もしくは能登でも変わらない能登町、能登っていうのをみんなで作っていくんじゃないかなって、こんなふうに思っているので、今日という日がまたその日の何かのきっかけになったらいいなと。で、ちょうどですね、昨日ね、ちょっとこれリサにも話してほしいんですけど、またこれも流れだなと思うのは、ちょうど、高橋博之さんって皆さんもご存知の方多いと思います。うん、ポケットマルシェって、ポケマルって呼んでる、事業っていうのかな、サービス、活動が、すごく有名な方なんですけれども、もう本当に地域と地域をつなぎ、そこにですね、元気をくださっている方です。で、その、ひろゆきさんがやってらっしゃる活動を、リサは一緒に、やっていて、ちょうど6回コースなのかな。東北の震災、そして復興から何か学べるんじゃないかっていうことで、6回シリーズの各、東北の市町に、具体的な市町でやってきたこと、それをやってきた人から声を聞くっていう場を設けていて、ちょうどそれがね、昨日あったので、リサや、ひろゆきさんからのアイディア、そしてそれをかっちゃんが、本当に受けてくれて、で、白山神社という、普通じゃない、すぐそこの素晴らしい、場で、そのお話を聞くことができたんです。女川町って宮城県の、復興の事例のお話でした。とっても私は、参考にもなりましたし、何回か私も女川町行ってるんですけれども、はい、改めて小松さんから話を聞いてね、なるほどっていくつかキーワードが残ったりしました。リサ、よければちょっとそこの話をしてもらって、で、ここからですね、みんなもどんな風に能登町を、なんか、しっかりとこうじゃなきゃいけないとかじゃなくて、こうだったらいいのに、こんな風にしていきたいっていうのを、それぞれちょっと思うものをですね、お話ししていく時間にできたらなと、こんな風に思っております。じゃあ、リサからお願いします。はい、ありがとうございます。まずはじめに、ちょっとこれを開催しようと思った経緯から説明させていただきますと、
やっぱりつなぐプロジェクトで能登研修に来たっていうのが、非常に大きかったです。で、やっぱり森さんが考えてくださった研修の内容っていうのはすごく素晴らしくて、うん、何かこう継続的に能登町に関わっていきたいなと、思っていった、さなかで1月1日迎えて、で、まあ本当にすごくびっくりして、なんか自分にできることできないかなって思っていました。で、ちょうど3年前からですね、東日本大震災の、復興の中で生まれてきた関係人口、これに関する取り組みを3年前から僕続けてたので、まさにまあ今こそこれまで培ってきたそういった活動を、で、能登町の皆さんに何か還元できないかなって思って、高橋さんと一緒にこの、東日本大震災の事例から学ぶ復興の、事例とか、教訓とか、その座談会っていうのをさせていただきました。で、女川町の事例を聞いたときに、僕、女川町ってすごく女川町の皆さんらしく復興できた事例だなと思って、能登町の皆さんのお話聞くと、皆さんすごくこうやっぱりお祭りを大切にされていたりとか、丁寧な暮らしをどういうふうにされているのかっていう、すごく能登町らしい暮らしが素敵だなと思って、女川の事例から皆さんがなんか、能登町の皆さんらしくこう復興できる、きっかけになる、なればいいなと思って、高橋さんにもぜひちょっとこれは能登町でさせてくれというふうに頼んで、かっちゃんにもお願いさせていただいた次第です、うん、はい、本当にいろんなお忙しい中だと思いますけど、やっぱりこう復興に向けてある程度スピード感を持って、住民の皆さんでこういろんな議論を重ねていくっていうことも非常に重要だと思いますので、何か引き続きそのお手伝いもさせていただければなと思っております。はい、ありがとうございます。そんな、なんか昨日のね、まあ、一例としての女川町からのなんか学びとか気づきとかいうのを、ここにいらっしゃる方で昨日のセッションに出てた方もいるので、そこから少し紡いでいきながら、みんながなんか今の時点で構わないから、まあ、能登町の復興、能登町の未来、もしくは能登でもいいです、思ってらっしゃることがキーワードとしてなんか出てくればというふうに思うので、そこをちょっとお話しいただきたいなっていうふうに思うんです。で、言ってる私から少しだけちょっと唇を開けば、やっぱりキーワードだったのは還暦以上は全員顧問っていう、まあ、視覚的にもそういうチャートも出てたし、あって、年齢ではないけれども、でもどちらかといったら経験年数の長いベテランの人たちがよしやるぞって思ってもくれてもいながら、でもやっぱり若者に、任せていくとか、若者をの意見を取り入れていくっていうようなことを、まあ、決められて、それを本当に実行したことっていうのはすごいことだなと思ったし、あと本当にもっともっと知りたいと思ったのは、じゃあそう言いながら本当に民間を中心として具体的な復興のデザインをどんな風に決めてったんだろうとか、どんなものを出したんだろうとか、まあ、ここ私はすごく興味を持って聞いてたんですよね。はい、ということで、ちょっと次どなたでもいいんですけれども、昨日のセッション出ててどうだったっていうなんかキーワード、こんなことが残って、これっていいんじゃないかと思ったことをちょっとシェアをしてほしいと思うんですけど、私の大嫌いな時間というのは誰も何も言わないという時間なので、はい、3秒しか待ちません。はい、なんかこんなことをキーワードで残ってるよっていうのをどなたからでも教えていただければと思います。ちょっと一言挟んでいいですか。いいですよ。だからもうそこから始めてください。ジュンヤさんも出てるから。いや、まあ、僕は311のね、女川町のその動きはずっとウォッチしていて、すごいなって思ってたんです、うん、本当にすごいな。で、ただもう能登町で開催するのはちょっと不安も感じていたんです、実はね。ただ一昨日僕らがチャートを 見ていただきながら、町長と副町長にね報告をした時に、うん、僕らから言ったわけでも全然なく、うん、町長と副町長は若者のアイデアはとっても重要、うんうん、でそれを引き出して、うんうん、みんなでそれを形にしていって行きたいって言ってくださったじゃないですか。いや、すごいなと思って。で、次の日に話があったでしょ。それで次の日これ。で、こうでしょ。
無じゃない、無じゃないよ。そう、昨日この女川町のね、復興のね、事例をね、聞く会をしたんですよ。そうなの。うん、女川町の東北の、オンラインでね。それで、今日これだから、その3回出てる私たちからしたら、町長、副町長がああいうふうに言ってくれて、で、あ、女川町っていうのも、やっぱり若者とか、若い人たちの声を聞くってことをやっぱりやって、で、今日未来をどうしていくって若い人たちいてるし。こんだけ来てるしね。うん。うん、なんかすごいと思っちゃったの。オンラインの、オンラインの人が。はい、女川町の副町長、伊丹副町長も、発災当初から来られてですね、今後、その復興に向けて、いろいろと、まあ、参考になることもたくさんあると思いますので、ぜひ、尋ねるなり、また、いろんな参考にして、復興をしていってくださいということで、今、メールでもこうやり取りをしながら、また町復興に対する課題があったら、またメールでやり取りをしながら、参考にしていこうかなというふうに思っております。はい、うん、ありがとうございます。なんか若い人の力を信じるってことですよね。若い人の力を信じることができるかどうかっていう感じかなっていうふうに思いました。昨日いらっしゃってない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今の話なんかを含めて、何でもいいので少しアイディア、もうこれマイク回していきません？いいですよ。はい。じゃない質問できる今までのところ何でもいいし。よくお聞きしたかったのが青年会議所みたいな若い力っていうのをこう今どんな感じになってるのかなっていう現況もしご存知だったら。まあ青年会議所に関して言うと、まあ能登の方でいくと。本当に今青年会議所自体が存続の危機のような状況でして、人数が本当にいないです。まあ、なので、まあ、青年会議所活動するときも、自分たちだけじゃなくて、まあ、いろんな人たちのちょっと協力を求めながら活動はしているような形でした。で、まあ、青年会議所でいうと、まあ、ネットワークがやはり強いので、震災直後から、まあ、石川ブロック、まあ、上にも日本の本会堂あるんですけど、そこのネットワーク通して、まあ、支援物資等の話などもすぐ入ってはきてまし、まあ、そこはやっぱネットワークの強みは持ってるなっていうふうには改めて感じました。はい、あとじゃあ、なんか昨日の、今の話聞いてなんかあります？大丈夫。はい。そのなんかこう、若い意見というのが、町長も副町長も、ぜひそれを実現しよう、バックアップしていこうっていう姿勢でいて、じゃあ若い声っていうのがどこに集まるんだろう、誰が集めるんだろうっていうのが素朴な疑問なんですけど、それはなんかイメージ、いくちゃんとかあったりします？答えになってるか分かんないですけど、能登半島って名前の通り半島で、他の文化があんまり入りにくかった地域なんですよね。だし、能登の民は古くから伝統を重んじて自然と共に生きてきた民族なので、僕の意見としては防潮堤とかは作ってほしくない。自然の形を変えるんじゃなくて、自然と共に共生していく。地震があるから、なんていうかな、津波こんように高台に避難するとか、なんかその防災意識をそこに住む人たちがしっかり持てば、自然の形を崩すことなく人間は生きていくことができると思うので、なんかそう、復興事業で近代的な建物とか、なんかそういうのは能登のみんなは望んでなくて、能登のこの自然豊かな土地をそのままもっと反映できるような、ちょっと難しいですけど、で、僕ができること何かなって思ったのが、その、能登の関係人口を増やすということで、遊び場をたくさん能登中に作っていきたいなと思ってて、で、能登町でもそうです、すずの仲間もすずで、キャンプ場とか海で遊べるような環境を今、施設を作ろうとしてて、僕は姫で、自分の家の、はい、隣で、そういう土地を今、買い取って、山切り開いて、切り開いてっていうのはおかしいですね。きれいに整地したりして。自然の中で、まあ僕たちがちっちゃい頃に海潜って遊んだり、山の中で遊んだりっていう
そういう遊びというか、で、防災×キャンプということで、キャンプを通して防災力を身につけていく。この今、近代社会、近代科学ですごい生活しやすくなった世の中ですけど、昔の人そんなんなくても生き延びてきたわけじゃないですか。多分生きる知恵というか、そういうのを改めて僕たちはこの地に住み続けるならしっかり学んでいくべきかなと思って、逆に何て言うんですか、時代と逆行した考え方というか、先人が生き延びてきたようなその生きる知恵を学べる、そういう場所をたくさん作っていって、防災意識をみんなで高めていけたらいいなって僕は思っています、うんうん、です。すごいよ、あの姫のね、そのゆきちゃんがやってるところを昨日あの2回目か私行ったの、すごい進んでてびっくりして、あ、こんなところで今ゆきちゃんがやってくれたことができたら本当にすごいなと思うから、みんなでここを応援して作ったらいいと思うし、でさらにその清中さんがちょっと言ったことにあの、かぶせてになっちゃうかもしれないけど、今のゆくちゃんが言ってくれたような声が、例えば今日は副町長来てくれてるから、直接聞こえてるじゃない？うん。で、それを、あの、なんか、お願いしてどうこうって言うんじゃなくて、こういうことを思ってるんだ、こういうことが起きてるんだって、お互いにこうシェアできるような、こういう場みたいなものを、誰が、あの、作っていくのって、誰でも構わないから、あの、どんな、今、うん、あるのっていうのが、ぜひ聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。今あの私4月1日から一般社団法人能登の国100年の経営というものを、あの、立ち上げる予定でいまして、うん、でそれの準備を進めているところです。でこの能登の国100年の経営のサイトは、サイトも同時に4月1日に、こうオープンする予定なんですが、そこでは能登の復興ビジョンの5000個の復興ビジョンを、そこに集めて公開するという役割を持とうというふうに思っています。で、この能登の復興は、最大公約数の復興ではいけない、というふうに思っています。あの今ちょうど言っていただいた通り、いわゆる能登 の、の風土というのは非常にこう小さな、集落の単位で培われた、うん、風土があります。で、お祭り能登中で盛んだからみんなお祭りを一つの基準にするというふうに言うんですが、能登のどこ見てもあの神輿をあの壊すお祭りはないんですよね。あの海の中沈めるお祭りはないし、だけどそれぞれお祭りはすごく盛んにやられている。でそこから分かるように能登には集落単位の文化があり、集落単位の復興ビジョンがあるべきだというふうに思っています。女川町の事例においても、発災から7日目に、仮設のプレハブの中でろうそく1本立てて、でそこでこうあの地域づくり会社の事務局を作るんだと、あ別で聞きまして私ね、昨日じゃなくて別で聞いてまして、という話がありました。でそういった地域づくり会社がとか、あるいは地域づくり、なんだろう、協議会みたいなものがですね、おそらく能登半島のその被災地において僕のねぱっと見の考えですよ、500は出てこなくちゃおかしいというふうに思ってます、うん、森さんから聞いた、森さんいくつだっけ、能登町だけで180の集落じゃなかったでしたっけ、193の集落です。鈴は、はい、小さくは大きく分けると11の地区で、小さく分けると、集落の数でいうとですね、ちょっと認識している集落だけで200超えてくるんです。で、まあ、能登町よりも人口少ないのに200超えてくるんです。その2つ足すだけで400あるんですよね。輪島にももっとあって、もしかしたら500じゃ足んない、1000ぐらいの集落の単位があり、1000ぐらいの集落のビジョンがなきゃいけない。でもうちょっと言えば、奥の取り住んでいる、5万2000人ぐらいの住民、5万6000人いるかな、ぐらいが一人一つの復興ビジョンを持って、でそれを最小公倍数で復興させていくと、最大公約数ではなくてですね、ということをする必要があろうというふうに思っています。ですので私はその、一般社団法人能登の国100年の経営という、まあサイト、まあ、団体を通してですね、この、復興ビジョンをその皆さんが一人一人が思う復興ビジョン、あるいは地域地域が思う復興ビジョンを一個一個そこに掲載していって、我々はこういう復興がしたいんだと、いうことをですね、もう盛んに、みんなでわーわー言うという場所を、作れればなというふうに思っていますし、行政、まあ、あるいは、まあ、県なりその行政なり、あるいはその復興に関わる、民間団体なりが、まあ、そこを一つのまあ、ライブラリーとして、図書館として、
この使っていただけるようになると、まあ、よろしいのかなというふうに思ってこの活動をしているところでございます。宣伝ですが、ぜひ皆さんの復興ビジョンをですね、お寄せいただいて、そこに載せていくという活動にご協力をいただければというふうに思います。今ならですね、その復興ビジョン1個書くごとに5,000円もらえるっていうキャンペーン中でございます。はい、すごい。楽天ポイントじゃないんですよ。現金で5,000円しますからね。ということになっておりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ごめんなさい。以上でございます。なるほど。今、楽天ポイントでふるさと納税つけようかっていう。なるほどね。その活動がどんどんと進んでて、いろんな、なんか復興ビジョン、っていうのがこう見えてくるじゃないですか。その次がどうなっていくのかなっていうのが、とっても前向きに興味があって、で、昨日のね、その女川の話からすると、やっぱり本当にあってよかったものっていうのは何かを、まあ、この小松さんに改めて聞いたら、やっぱりきちんとその、ビジョンを形にして、そしてそれを、まあ、議会であったり、町であったりにきちんと出して、それを、具体的に行動を起こしていったっていうようなところまでやったことっていうふうに言ってたから、きっとそこで集まったものが、どんなふうにね、次に進んでいくのかなっていうのが、私としては聞いててすごく興味があったので、はい。ちょっとね、岩城さんのお話の前にふと思ったのが、未来共創会議子ども版っていうか、その、まあ、小学生の声も聞きたいけれども、特に中学生、高校生が何を未来描きたいのかなっていうことを聞いて、彼らの声がもし仮に形となるならば、彼らはその後、5年、10年と、当事者意識を持ってこの土地に、まあ、住んでくれるというか支えてくれると思うので、その層の声をいかに丁寧に集められるのかっていう、そしてその声に対してちゃんとこの今すぐできないにしても、いやちゃんとこういう計画立ててるよって言って一つ一つに答えていくっていう、向き合ってるっていうことがもし大人側が示せることができたならば、だから未来が作れそうな気がしましたね。いや、それすごい大事ですよね。なんかその後5年10年のみならず、関わったわけだから当事者意識を持ち、仮に違うところに一回出たとしても、やっぱりまたここの町にっていう、意識もすごく増えるんじゃないかと思うから。で、そういう意味で言ったら、ハイヤさん、今、ね、小木中学校、ずっとその避難所になっていながら、もう学校も再開して、で、おとといかな、伺わせていただいたときって、今やもう60人くらいの方が、まあ、避難者としてはね、避難されてる方としては60ぐらい。でも、5日とか6日、6日だね、6日に行ったときは、900人近い方がいらっしゃってって、やっぱりそこをずっとマネージされて、やってこられてるのが早さんなんですけど、今結局、その中学校も再開して、この間ね、副町長、ほら、卒業式も行ってこられて、で、卒業式はその体育館であって、避難されてる方も一緒に参列しながらとか、あと、ハイヤさんからは、避難されてる方が、中学校のみんなにおめでとうって、なんかお花を作ってみたりだとか、やっぱりここでなんかもうすでに融合がね、生まれているじゃない？特別な環境だと思うけれども、ってなってた時に、その中学生の中には絶対に残るものがあって、ってなったらなんかその、今、清中さんが言ってくれた、中学生の声を聞き、それをなんか形に落としていける場っていうのは、実は近いところにあるんじゃないかとかね、そう思うんですけど、なんかやってみたいこととか、今の話聞いてて考えてることとか、あったらちょっと聞きたいなと思ったの。はい、ハイヤです。そうですね、間違いなく、1月1日、誰もがですね、目の前が分からなくなった。それは子どもたちも、区長長も聞きましたけど、掃除当時の中でね、どうなるんだろうっていう不安感ありましたっていうところ。で、校長先生とも、実は卒業式もどこでできるんだろうと。最初の A 案というのは、2月当初はランチルームだったんですよ。で、B 案が体育館。
でも、フェーズがどんどん変わっていく中で、A 案が体育会になって、避難者の方にお話ししたら、そこで行くっていうところ。多分、おそらく、体育会でなるっていう瞬間に、子供たちは、あ、子供たちも諦めてたと思うんですね、体育会にすることをね。でも、こうやって動いていくんだっていう目に見えてきたことと、あと、子供たちが、先のいろいろなお祭りの話も岩木さんからありましたけど、僕たちは中学3年生が、共旗っていう旗を作る。まあ、それを卒業式飾るっていうのが通常あるんですけど、それも最初はできませんよっていうアナウンスだったんですけど、それをできるようになったとかいう中で、まあ、子どもたちが先ほどの少し岩木さんの話につながっていくところですけど、それぞれが持っているローカルアイデンティティを感じることができるようになったこの2ヶ月間だったのかなと思います。最初はそのローカルアイデンティティというものは全くなかったと思うんですけど、それを感じることが徐々にできるようになってきたっていうところがすごくあって、でもそのローカルアイデンティティっていうのはおそらく再構築されていくんですよね、うん、今の環境だと、うん、だからそれが子どもたちがどう再構築していくかっていうところにつながっていくのかなっていうのはすごく感じてます、うん、で避難所と学校が今共存しているんですけど、うん、その場面でもやっぱ子どもたちの出番があって、通常の学校教育ではない出番からいろいろ学んでいると思います。なのでそういうところから、うん、今ちょっとまとまってないんですけど、うん、うちの長男も昨日のお縄のお話も聞かせてもらったりとか、うん、まあ避難所のちょっと手伝いもしてるんですけど、長男には岩木さんの長男は5000円が欲しくてですね、もしかしたら応募しようと考えてるのかどうかわからないんですけど、長男はそこの部分も実は僕と LINE のやり取りではそれを書こうかなみたいな話はしてたりするんですよね。なので、まあ、要は子どもたちの出番をどう作っていくか、うん、子どもたちだけで作るというのは難しい場面があるので、うん、この中で子どもたちの出番を作りながらですね、まあ、それぞれが感じているところ、そこを大切に何か言葉として言語化していったりとかですね、ビジュアライズしていくっていうところがきっかけができると、僕はすごく変わっていくんではないかなっていうふうに、うん感じています、うん。はい。ありがとうございます。なんか現場をね、見てる現場の、うん、のもう同じ時空間に一番いるハイヤさんからの言葉は、もう、言霊でいろんなものがやっぱ伝わってくるなって、うん、感じています。ありがとうございます。はい。この場って何かが終わらない限り、終わらないし、うん、終えることも、できるので、こうじゃなきゃダメですってことはないんです。でもせっかくの場だから、オンライン側からも声あるかなと思って、うん、ああ、うん、そうですね、うん、はい、なのでちょっと他にもぜひなんかあったら、うん、はい、であとありがとうございます。セイジさんオンラインからも聞きたいので、なんかちょっと言いたいことある人はリアクションボタン上げといてもらってもいいですか。もう言霊で言ってもらうのがいいので、コメントじゃなくて、はい。なんか伝えたい、言いたいってことがある人は、リアクションボタンで手を挙げておいてください。じゃあ、稲穂お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ございます。いや、副町長来てくれたの本当に嬉しいね。はい。改めまして、稲田雄太郎と申します。能登ローカルシフトアカデミーの運営と企画をさせていただいておりました。で、昨日の、女川の話で、なんか大事なところというか、忘れちゃいけないなと思ったところが、やっぱり女性の笑顔がすごく大事だっていうところの、まあ、基準は忘れちゃいけないかなというふうに思っていて、やっぱり女性が、まあ、パートナーの女性が笑顔だと、まあ、自分も笑顔になるし、で自分も笑顔になると、まあ、仕事も頑張るし、仕事を頑張ると、またその仕事が良くなっていくしっていうところで、うん、何かこうプロジェクト立ち上げていくっていうか、もちろん大事だとは思うんですけども、なんか改めてちゃんと女性の笑顔を作れるかっていうところも、なんか一つ忘れちゃいけないポイントかなというふうに昨日女川の話を聞いて思ったので、うん、ちょっとまあプロジェクトももちろんなんだけども、やっぱりその支えていただいているとか一緒にやっていただいている女性っていうところの笑顔を忘れちゃいけないかなというふうに思って、ちょっとこれまで話したいなと思って話しました。はい、ありがとうございます。なんかさ、私それ聞いて、いつもいくちゃんが前に言ってくれたことをいつも思い出す。そのほら、炊き出しに行った時もそうだし、集落、地区にね、避難所からも戻られて、お家にいらっしゃる方もいるけれども、結局やっぱりそこの、地区がうまくいくっていうのって、結局そこの女性がニコニコ
してるかどうかだって言ってたじゃない。ちょっとその話を今もう全部ゆかさんが言ったんですけど。ごめん。まあ本当。の声で言ってきたのか。はい。まあ発災当初から僕能登町も含め珠洲市内も全域支援物資配ってて、まあ今もずっと仕事しながらも配ってるんですけど、途中で気づいたのが、区長さんとかまあ男性が多いんで区長さんと喋るんですけど。あまり反応が良くないというか、やっぱ積極的にあれ欲しい、これ欲しいって案を出してくれたり、あの人大丈夫かなって言ってくれるの女性が多くて、うん、そこからやっぱその話しかけに行く対象を女性に変えたんですね。その地域の奥さん連中にターゲットを変えて、で、そんな人にいろんなニーズを聞いたりとか、情報を聞くと答えてくれるし、で、僕が配る物資も、ただインスタントなんていうかな、チンしたりお湯入れて食べれるものじゃなくて野菜を持っていくんですよ、うん、あえて料理することによって自立心を忘れさせないようにというか、うん、なのでそんな持っていくと女性たちが行くたんびに元気になっていく、やっぱ動くことによってみんななんていうかな元気になるんで、ずっと動かんと助けられ続けとるのも多分みんな苦痛だと思うので、うんうん、そう思って各地域の僕は奥さん連中を元気にしようっていうことでずっと物資を配っていました。イナッチも今言った通り、僕も含め、まあ家族がいるので奥さんもいるんで、こうやって活動できるのも奥さんのおかげだし、うん、ね、皆さん、まあ男の人がたくさん働いたりしてるんですけど、それを支えてるのはみんな家にいるお母さんだったり奥さんとか、女性がいるから僕たちは活動できるので、今本当すごい大切なことになっち言ってくれたなと僕言うの忘れてたんでいつもフォローしてくれるんですけどもう本当素晴らしいなって、女性が笑顔になるような街づくりであるとか、そういうコミュニティを作れば自然と男性も笑えるので、うん、第一に軸がそれであればいいなと僕は思いました。稲地ありがとうございます。いや素晴らしいね。やっぱこれまでいくちゃんが実際に動いていろんな地区に物資届けてるの物資だけじゃないね。うん、で、いただいてるものもいっぱいあって、またそれをここでシェアしてくれてるっていう、これすごいことだなと思います。ありがとうございます。はい。ロコさん、どうぞどうぞ。今のにちょっと絡めてなんですけれども、今、ゆくちゃんが、言ったことの中で、本当に、熊本地震とこの、能登半島地震比較すると災害関連死がめちゃくちゃ少ないっていうことになってます。で、2月1日ぐらい、2月の初めの方で1ヶ月ぐらい経った時の能登半島地震とそれから熊本地震の災害死と災害関連死の比率を見てみたんですけれども、災害関連死も熊本地震って皆さんご存知だと思うんですけども、100人以上が、もうその1ヶ月の段階で、災害関連死で出ていました。ただ能登半島地震まだ15人しか出てない。で、もうこの差は何なんだと。で、災害死の方はもちろん、熊本地震の方が少なかったんですけども、直接的な。で、その話をずっとこう、実は我々チームでもいろいろディスカッションしていて、もちろん医療の方々が頑張られたのも分かってるし、そういったチームが早く入ってきて、長い期間活動してくれたのも分かってるんだけれども、やっぱり小さい避難所とか行った時に、女性の方々が、周りにものすごく気遣いしていて、目配り、気配りで、ちょっとでも具合悪い人がいたら、あの人大丈夫かなって言って声掛けして、しかるべき人たちに多分つないでるんだろうな。それが災害関連死につなげないっていうようなことでストッパーになってるんじゃないかなってすごく思いました。で、そこはやっぱりコミュニティの強さで、さっきいくちゃんが能登の民って言って、そっか、やっぱ民なんだ、能登の民なんだって思ったし、自分たち民族って言ったから、そっか、能登にはやっぱり民族かと思って話を聞いていて、それがやっぱりそのコミュニティの強さと、自分たち能登の人間、能登の人々のアイデンティティみたいなものがしっかりあるんだな。で、それがもうまだまだ予断を許さないこの3月の状況ではあるけれども、現時点までは災害関連死を抑止しているのかなというふうに見ています。
はい、ありがとうございます。はい。ちょっと関連者に関しては、ネガティブな言い回しになるかもしれないですが、これ実は1月の15日の時点から災害関連死が15人というのが動いていない、はい、という実態があります。で、これちょっとおかしいと思っていまして、で実は私が存じ上げているだけで、避難所で、亡くなられた方が、すでに50人を超えていらっしゃいます。まあ、ただし、それが災害関連死認定なのか、それとも単に寿命で亡くなられたのか、それの判断がついていない、というのが今の状態でございます。で、結局そのお医者さんにも相談したんですが、じゃあ災害関連死認定を取るためにはどうすればいいかというと、いくつかの要件があって、でこの要件に当てはまるものであれば災害関連死であるというふうにこう要件が決まっているんですが、この要件がですね、亡くなられた時、要するにお見取りしてないとわからない、その方がどういう環境にいらっしゃったかわからないと災害判定士や災害関連士が判定できないものがかなり大きな状態になっていますので、今のところおそらくその災害関連士が石川県が認識している災害関連士と実際の関連士の方々の人数というのは、まあ、ちょこし違う、ちょこしがだいぶ違うというのが私のその肌感覚として持ってます。まあ、ただし今ご指摘いただいた皆さんすごく目配り、気配りしていただいて、その避難所でそのなんか調子悪そうな人がいると、みんなでこう担いで持ってって病院まで持ってったりとか、そこからドクターヘリ乗せて運んだりとかいう、そのいろんな行動力をしていただいていますし、被災した看護師さんがたまたま避難所にいて、まあ、その方がその一生懸命面倒を見ていただいたりとかしたのは事実でございますので、関連死の比率というのが、まあ、相対的に下がっているとは思うんですけれども、まあ、ちょっとこれはあんまり言いたくないんですが、その関連死はおそらく、500ぐらいの方がその関連死で、ここまでの間にすでに亡くなってらっしゃる、まあ、関連死か関連死じゃないかわからない人たちのその既遂、の方々も含めて500ぐらいは亡くなってらっしゃるのが実態かというふうに思います。ですので、この民間の力、あるいはその地域の力、コミュニティの力である程度は救えたと思いますけれども、やっぱり救えなかった命もあるという実態からは目を背けるべきではないというふうに思ってますし、その、まあ、実際それが低く抑えられたことが、そのいわゆる、この何て言うのかな、集落の力、そのコミュニティの力だというふうに、ごめんなさいね、決めつけて片付けるべきではないというふうに思っています。もちろん集落の力は非常に強いです。すいません、ちょっとここはですね、非常にこう私気にしているところだったものですからコメントさせていただきました。ちょっと補足させていただきます。おそらく多分そういうお話って今後いっぱい出てくると思います。で、今の段階で公式に発表されているところで私コメント差し上げたんですけれども、で、おそらくこれからいろんな研究が進んで、その数ももう少し増えたりとか、そういうことは出てくると思います。実際に石川県の報告も、実は、15人が16人になって、また15人に戻ったりとかっていうのも推移してたんですね。だからきっとそういうことも現場であるんだろうなっていうことは理解していました。ですので、まあそういうことも、災害のこれからのところでいろいろ出てくるとは思いますけれども、やはりそのコミュニティの部分のところっていうのは大きいかなというふうに思っているところです。はい、まだいろんな、まあ災害では決めつけられない、まだ災害中ですから、それはちょっと聞いてる皆さんもご了承いただきながらお聞きいただければと思います。うん、そうですね。だってね、ほらさっき早さも言ったじゃん、本当にいろんなことが変わっていく、発展的にね。だから一回これかなと思ったものも違ってっていうのもあるから。はい。ありがとうございます。でね、4人の方がオンラインで手を挙げてくださっているので、この皆さんの意見を聞いていきたいと思います。最初に手を挙げてくれた直人からお願いします。自己紹介とともにお願いします。京都府宇治市に住んでおります、鈴木直人と申します。つなぐプロジェクトというですね、島田由香さんがされているプロジェクトに参加させていただきまして、で、その時に、能登町にも関わらせていただきました。あ、森さん、お久しぶりです。ありがとうございます。森さんも、能登町で大変お世話になってですね、つなぐプロジェクトの時に、まあ、いろいろお世話になった後も、研修の後もですね、ちょうど仕事を探していた時で、移住も探してたので、森さんがいろいろ気にかけてくださってて、何かあったら何でも聞いてくださいっていうことをお声掛けていただいて、
で、今ですね、もう、能登町じゃなくて、みなべ町に引っ越すことになったんですけれども、本当にこの最初に森さんと関わったことで、あ、もう本当に地域にもそういう、なんか一生懸命盛り上げようとしてくれる人がいるんだっていう安心感をですね、最初にいただいたのが本当に森さんだったなと思っております。で、僕はですね、出身が宮城県仙台市なんですけれども、13年前は宮城県におりまして、東日本大震災に、被災してたんですけども、その時に、2年ぐらいはいろいろですね、復興支援関わって頑張ったんですけども、うつ病になってしまってですね、もう前線から離脱しまして、で、なんかいろいろあったんですけども、その時に、まあ、本当にたくさんいろんな人にたくさん助けていただいて、いただいたんですね。で、僕もすっかり元気にはなったんですけども、今ですね、このもう10年以上経った後に、もう本当にやっぱりこの震災をきっかけにですね、皆さんそれぞれその時と全く違う仕事をしてたりとか、違う町に住んでいたりっていう人がたくさん多くてですね、その時、僕を助けてくれた元気な人が、今なんかうつ病になってしまって、なんかお風呂に入れない状態になってる人とかいたりとかして、なので、まあその本当に状況状況で時間が経つにつれて、うん、もう本当にお互い様でいろんな助け合いがあるなっていうふうには感じております。で、この、まあ、ノットの皆さんにもですね、で、もうできるだけですね、僕は長く関わりたいと、思っております。で、そうですね。まあ今できることも、まあ、なんとかやれることをやりたいと思ってますけども、またですね、長くですね、5年後、10年後もですね、ずっと関わっていければいいなと思っております。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや嬉しいですね。つながりがやっぱり今日ここにいてくれるってことを生んでくれてると思ってます。なおとありがとう。で、由美子さんお願いします。はい、あ、すいません、なんか名前変わってなかったですね。藤沢由美子と申します。東京から入っております。つなぐプロジェクトでは2回目の12月に能登、にお世話になりました。森さんの顔が見れたのが、私はまたここで泣いちゃうかもしれないですけどちょっとほっとしてます、うん、本当に良かったです。はい、そうですね、私もう還暦なので、もうちょっと後ろで監督してこいっていう年齢なんですけれどもとはいえですね、やっぱり出番があるというのは本当にその人の、なんだろう、生きる力を呼び起こすなというふうに思っていて、その出番を作るという言葉が先ほど上がった時にはいいなというふうに思いました。でね、先ほどごめんなさい、どなたかお名前か忘れちゃったんだけど、オレンジ色のね、キャップかぶってらっしゃる方が、情報を、ね、そう、男性じゃなくて女性に話を聞きに行くようにしたんだよって、持っていくものもインスタントじゃなくて野菜にしたんだよっていうことを聞いた時に、あ、嬉しいなって思ったのは、もちろん栄養的なこともあるんだけれども、でもインスタントだとこれを温めてまたお湯をかけて食べなさいだけなんですよね。だけどお野菜だとこれで何しようかなって料理をする人は思うんですよ。そこになんか生きる力があるなって、生きる力をこう思い出させてくれるなっていうことを思った、そんななんかエピソードだなというふうに思いました。で、やっぱりそこには工夫するスペースみたいなものがあって、そういう工夫ができて、で、これ実は昨日一昨日ぐらいにつなぐの事後フォロー講座で話を聞いた、うん、そのビジネスとコミュニティの親和性っていうところでね、実は関わり、余白を作るんだよとか、出番のある場所を作るんだよみたいなことをおっしゃっていたの、なんかそのままね、実践されているっていうことが、その本当に素晴らしいなって、その実践を見せていただけたっていうことにとても感謝しています。ありがとうございます。私も能登は本当にこう継続的に関わらせていただきたいし、たくさんこの遊園地とか、そのなんだろう、現代の、ちょっと逆行するかもしれないけどっておっしゃった、その遊園地のような場所をね、探索してみたいなというふうに思っています。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゆみこさんもぜひ、ゆきちゃんにも会いに来てください。はい。お願いします。じゃあ次に手を挙げてくれたの森さん。森さんお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、いろんな、
辛いこととか、いっぱいあったと思いますし、こんな時になってもやっぱりお腹がすくな、まあ、涙しながら飯を送って元気になってやろうと思いながらやってたのは僕だけじゃないと思いますし、息子たちも戻りたいって言ってくれたのも後押ししてくれたと思います。で、これからすることはなんか、なんだろう、全部復興だねって言ってくれた言葉の息子が言ってくれたんですけども、まあ、江口君もね、洋介も、本当にメニナッチもそうですけれども、本当に関わってくれることもすごくありがたいし、一緒にやっていきたい、やっていけるっていうことも思ってますし、あとは震災後っていうのが、若い方が動くんですね。東日本の時も熊本の時もそうですけれども。で、すでに、移住の問い合わせ、まあ、あるんです。今もうちょっと対応しきれないぐらいになっちゃってるので止めなきゃいけないなと思ってるんですけれども、今こんな時なんだから来るわけないじゃんって思われてることがすごく多くて、でもやっぱり若い方で、アイタンの方、移住だけじゃないですね、関わりもそうなんですけれども、やっぱ動くんです。で、その動いた後に戻ってきたい方が動いてるっていうのが、傾向としてあるので、なので僕も、まあ、この仕事もありますし、関わりも作っていきながら、やっぱり、まあ、一つなぎは、こだわってやっていきたいなっていうのは、相変わらず思っていますので、やっぱりここから1年、2年、3年ぐらいでは、どんどん、もっと馬力上げてやっていきたいと思ってるし、本当に、ゆかさんもいつもありがとうございます。皆さんもまた今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当にもう森さんの笑顔がなんて嬉しいことなんだろうと、もうすべての人が思ってると思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、ヨネさん、お願いします。はい、奈良から入ってます、ヨネナガと申します。能登にはつなぐプロジェクトで12月にお伺いしました。それで今日は今回、ミーティングに参加できて本当に良かったなと思っています。まず一つ目に、やっぱこれだけ若い方が、これからの明るい未来に向けて、すごくポジティブに取り組んでおられるっていうのを話として聞けましたし、あとここに対して僕らもどうやってバックアップできるかっていうのを考えるきっかけになったので非常に良かったなっていうことが一つ目で、二つ目がその先ほどの2時46分をなんかこのメンバーで共有できたなってすごい泣きしちゃって、うん、すみません、ちょっと泣けちゃいました。で、最後に本当にしんどい本当にごめんなさい。新之助さんに会えたのが本当に嬉しくって。うんうん。研修の時に、すごい、うさぎ優しいね。研修の時に、新之助さんに、写真と動画をめっちゃ撮ってもらったんですよ。うんうん、それを後から見返して、ですごい愛のある動画な。動画愛持って見て撮ってくれてたなと思ったのを見て本当に嬉しかったんで、それを今日お伝えできてよかったです。また近くに近いうちに会いに行きたいと思いますのでよろしくお願いします。いや、ヨネさんありがとう。もうすごい伝わってきてます。ありがとうございます。時間も時間だし、私は、かっちゃんがもう、喋れるかなって、思ってるので、はい、潤滑醤油として、うん。かっちゃん、こっちに来て。はい、まずはじめに、一番最初に、すいません。言葉選ばずに言うと、お見苦しいところ。はい、
すみません。で、これをするとね、こうなるとね、ちえさんっていう人がね、泣き虫かっちゃんって言ってね。で、まずこの場を、共有をさせていただけたということと、まあ、この場にたくさんの方々が立ち会っていただいて、我々の都庁のことに対してこうたくさん時間をいただいたことに、まずまずは感謝申し上げます。ありがとうございました。1月1日からですね、なんかこう思うといろんなことがあったなと思い出します。で、っていう中で、やっぱ、なんだろうな、やっぱ人やなっていう気がしてて、で、こういろんな人たちと、こう僕はなんか関わらせてもらって、で時間をたくさんいただいて、でもうだーっといろんなことを話していって、まあ、非常にもう失礼なことを言ったり、こう感情的じゃないな、もう言った中で、後でその人から、いや僕は丸々副市長だったんですよとかっていうことを言われて、ああそうだったんですかって、でこう話をしていくうちに、もう半分こう やり取りをしていく中で、僕は多分失礼なことも言ったかもしれないですけど、後々話をすると、いや私は丸々のここの部の部長なんですとか、まあ、そういう話もたくさんあって、っていう中で結局思うのは、役職とか性別とか年齢とかそんなんて何も関係ねえわっていうことを思って、それが、例えばですよ、この2歳とか3歳とか、もしくは0歳とか、50歳だとか、80歳、100歳の方がもういる。そこも年齢ももう全く関係ない、もう人やと思う、人。っていう中で、さっき、ゆかさんが一番最初に言った、つながる。もうこれがもう非常に大切だなと。これがもう日常からのつながりと、これが非日常を、まあ、支えるっていうか、って思います。で、このつながるが、まあ、つながりというか、つながっていくというか、つなげていくという、それぞれの、まあ、考え方というか、展開とかっていうのがあっていくなというふうに、感じています。で、ここで僕は何を言いたいかというと、やっぱ人、このつながる、これがもう人生というか、もう非日常も日常も全てを賄ってくれるなというふうに、強くここの、3ヶ月間で、感じました。で、皆さん今後もこういう機会とかを通してぜひぜひ、つながっていただいて、ね、それ、まあ、助けていくっていうか、していただければいいなというふうに思いました。で、まずはそれと加えて、本当にもう感謝です。もう皆さんに対しても本当に感謝しています。ありがとうございました。で、最後に、ゆかさん、今いないけど、いるのか。すいません。はい。しょうこさん、じゅうやさん、1月の5日から、いろいろと本当にたくさんの時間と気持ちと、まあ、僕は何が欲しいって言ったら愛情が欲しいって言った愛情を皆さん3人さんが本当にいただきました。本当にありがとうございます。本当にこの場を借りてっていうのは非常に申し訳ないですけども、ありがとうございました。助けていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。未来はね、これから作っていくもんなので、今日のこの今思ってる感情もそうだし、これからまた新たなアイデアも生まれたりすると思うんだけど、やっぱりどんな場でそれがシェアされて、具体的に何を起こしていくかってことだと思うので、それをぜひやろうと思ったらその人がやったらいいと思うし、それをこう支える人がいる、言う人がいる、起こしていく人がいる、それぞれの
いい意味での役割があると思うので、なんかそれも、自由発生的に、応援し合えるような、そんな場になったらいいなといつも思っているので、はい、私も、私たちも引き続き、やりたいと思うことをやりながらしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。オンラインの皆さんもそうだし、今日ここに来てくださっているすべての皆さんに、代表して、心から御礼申し上げます。引き続き、競争していきたいので、共に作っていきたいので、具体的に何か起こしていきますので、またこう3回目もやりますしね。ちょっとまだ日程は決めてないけど、はい。一緒につながって、つながりを作って、つなげていきたいと思っております。なんか最後どうしても言いたい。はい、どうぞ。はい。あ、待ってない。はい。オンラインは大丈夫かな？オンラインもなんか最後言いたいっていうのがあったら手挙げといてください。リアクションマークで。リアクションマーク。いい。じゃ先、リサ、リアクションマーク上げといてください。オンラインの人は、喋りたい人は。リサ、お願いします。僕、まあ、最初この地震を知ったときに、なんかこう、お手伝いしたいな、力になりたいなって、思ってたんですけど、まあ、それをさせていただくにつれて、逆にやっぱりたくさん僕は学びもいただいてるんですね。こんなに素敵な暮らしをされている、もう命よりも大切なものがある、うん、なんかそういった人々が、まだ本当にこの町には非常に多くいらっしゃるんだっていうのは、うん、僕はすごくこう、なんていうんですかね、日本の未来への希望っていうのをすごく感じました。うん、なので、この能登町の復興っていうのは、多分他の日本の各地の地域で、まあ、いろんなこう、高齢化、人口減少、担い手不足とか、いろんな課題があると思うんですけど、もうその人たちが、その地域の人たちが、その地域らしく残っていくためのヒントは多く、隠されているだろうし、ここの方たちだったら、それを、そういった、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、地域課題とかっていうのを打破するような、復興っていうのを成し遂げられるんじゃないかなっていうのを、すごく、感じています。なので僕もやっぱりですね、引き続き過去から学びながら、住民の方主導での復興っていうのを引き続きちょっとお手伝いさせていただきたいな。はい。改めてこの、競争の場っていうことで、それを、感じましたし、これはしっかりと、JAL としてもコミットしていきたいなと、はい、思っております。3回目も4回目も5回目もやりましょう。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、マリエちゃんオンラインで、はい、ありがとう。手を挙げてくれてます。お願いします。はい。今日もありがとうございました。1回目の競争会議の時に現地に行かせていただいて、で、現場の町民の皆さんに、どういうことをこう希望しますかっていうことをお聞きした時に、結構こう、なんか震災のことを気にして、インスタとかにこう飲んでる画像とかを上げない人が多いけど、そうすると自分のインスタが、やっぱり震災のことで溢れるから、もっと都会の人は遊ぶときは遊ぶ、飲むときは飲むっていう、そういう楽しそうな画像が上がってくれると嬉しいっていう、まあ、生の声を聞いたんですね。で、さっき女性の笑顔があって話が出たときに、私も、まあ、女性なんで、まあ、どんなときもいつでも笑顔で言おうと思いましたって本当に思ったから、言おうとちょっと思ったんだけど、でも、笑顔でいたくても入れない人もいるかもしれないって思ったときに、ちょっと口をつぐんだんですね。なので、今の現地にいる、こう、町民の皆さんに、お一方でもいいので、なんか、何をしてほしいとか、なんか、何が私たちにできるのか、なんか、どういうふうにしてくれたら嬉しいとかっていうことが、ちょっと一つ聞けたらありがたいです。うんうんうん。ありがとう。じゃあ、今ここのリアルにいる、能登の皆さんに、ちょっと今のことを答えてもらえたらいいってことだね。はい、ぜひ。まあでも今ここで聞こえてるのは、難しいだよ。難しいって。うん、難しい、うん。うん。ないっていうもんね、みんなね。なんか。なんか僕もいろんな友達、まあ、県内外の友達から、自分何すればいい、私何すればいいって言われるんですけど。うん、うん。具体的にその何って難しいんですよね。その地域によっても、
求められるニーズが違うし、その人々によっても、人によってニーズも違うし、うんうんうん、具体的に何って答え出すのはちょっと難しくって、本来であれば、できるのであれば現地に来ていただきたい、現地に来てこの現場を見てほしい、で直接住民の方の声を聞いてあげてほしい。多分話聞くだけでみんな元気になるし、僕も物資配ってるけど、うん、物配っとるだけじゃなくて話し相手にもなりにいっとるし、なんかそのみんな笑いたいんですよ、笑いたいから会話がしたいし、なんかその話し相手になるだけでも多分すごいみんな助かるんかなって僕は感じました。よろしくお願いします、ありがとうございます。行ってぜひお話を聞かせてください。行きます。あの人の噂も75日っていう話で、あと4日で発災から75日を迎えるんですよね、はい、人の噂も75日って要はそのわーわー言われたことも75日も経ちゃ忘れるっていう話で、はい、でそうすると能登地震、能登半島地震のことはあと4日でみんな忘れるんです。で実際に東京に、私も東京に家あるんで、東京におるともうほとんど報道もされなくなってきて、で、あの水が出ましたとかいう報道、珠洲で水が出ましたみたいな報道されるんですけど、はい、あのまだ 6% なんですよね、珠洲市って、だから出てないんですよほとんど。でただあと4日するとみんな忘れるんですよね。なので私今一番嬉しいのは、あの忘れずに1日1回能登っていう本当に本当にこれみんなができるんですけど、あのこれ、ね、全然見えないんですけど、私今これ実はパーカー着てましてですね、はい、これあのよく見ると能登って書いてある。おお、あ本当だ本当だ、うんうんうん、はい、よく見ると能登って書いてある。これぐらいでいいんです。なんか多分やってくれほしいのが、ずっと忘れんでこれをあと5年ぐらい能登って言ってくれると、なんか毎日1回言ってくれるだけで僕ら結構嬉しいなあというふうに思ってます。すいません。ありがとうございます。マリエさん。はい。あ、せちゅうさん、あの、今日。おー、せちゅうさん。はい。ここに来る前に、あの、キーチローさん。キーチローに会ってきたの。から、はい、生のお声を聞いたんですけど、はい。キーチローさんが、はい。最後ポロッと漏らしてくださったのが、はい、昨日、俺、泣いたんだよって。うん、でそれがなんでかって言ったら、あの音楽だったっていうんですよ。音楽を聞いて、ピアノだったね。そう、ピアノをなんかこう弾いてくださった方が、うん、東京から来た方がいたんだけれども、うん、何もしてあげられないんだけどって言って、でそれでピアノがたまたまあったからピアノを弾いてくださって、そのピアノを聞いたら自然と涙が、ずっと70日間も出なかったような涙が出てきたっていうお話が聞いて、うん、音楽はすごいぞっていうことをキーチローさんがおっしゃって、うん、それが、まあ、音楽なのか歌なのか、もしかしたならば、はい、そういったものはもしかして僕らでデザインできるかもしれないなというふうに思って、うんうん、キーチローさんがそんなことを言ってたっていうのを一応ご報告しておきます、うん、ありがとうございます。すごいキーチローさんの顔が浮かんで嬉しいです。マリちゃん、すいません、いつもありがとうございます。あ、赤ちゃん、いつもありがとうございます。チームのあのいろいろとね、あの事務的なところも、うん、なんちゃってハンドリングって言えばおかしいけれどもハンドリングの裏方もありがとうございます。でもないです、使ってます。で、僕俺自身はっていう話をすると、うんうん、そのなんかしたいなとか、うん、なんかしてあげるよとか、うん、あの物資をなんかいらないとかっていう、うん、その気持ち、その気持ちだをいただける、言葉に出して言ってもらえる、その気持ちだけでもう、ま、満足というか十分というか、うん、もうすごい嬉しい。それがあの励みにもなるし、パワーにもなる。で、具体的にはってなると、もうその一言いただけるというだけでもすごいありがたいし嬉しいパワーになります。はい、以上です。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、マリエちゃんの問いで、あの、また、すごくですね、あの、大事なキーワードが出たんじゃないのかなって、あの、思っています。何しに行ってんのって夫に言われたんですよね。つって、確かに私何しに来てんだろうって。なんか作業したのって、結局今回なんかしてないな、あんまりって。あんまりとかほとんど。何しにって言われたときに、
本当何しに来てんだろうって、それ役立ってんのって、わかんないけど、でもやっぱり私はみんなと会えて嬉しいし、あとですね、今回は、なんか街歩いてたら、歩いてた住民の方が声かけてくれたり、住民の方に声かけたりしながら、どっから来たのって、東京です。ありがとうねって言って、そこでするちょっとした対話で、そのおばちゃまとかおじいちゃんに笑顔があったりとか、話をしてくれて時間を過ごすとか、なんかそれがすごく幸せだなって感じて、で、何かこう物を運ぶ、何かをするっていう、その作業ももちろんだけど、そうじゃなくて、会いに来て、話して、誰か、今回は誰かと好きな人同士をつなぐっていうのが私はもう大好きなんですよ。大好きな人と大好きな人をつなぐことが大好きで、まあ、これをですね、から勝手にノートにやりに来てるだけなのかなとか、なんかいろいろ思ったんだけど、今のそのマリエちゃんの問いに、なんだろう、困るなって、わだわだってなってるみんなの様子と、あと、これが嬉しいよっていうふうに言ってくれる、ことを聞いて、本当にそうなんだなって、なんだろう、ものじゃないし、やることじゃないし、何かしたいと思ったことで、動くっていうことで、が、やっぱりいいのかなって、すごく、改めて、思いました。それで、その、喜一郎のことは、本当に、とても、ハッとしたし、そういえば同じ音楽のことは炊き出し の熊本新地チームがやってくれてる時にも同じ話をやっぱり聞いたんだよね。持ってった食材の量が足りなくて、全員分ちょっと配れなかった時に、一緒に出たチームの子がバイオリンができて、ちょっと申し訳ないとも思ったからって言って体育館でそれを演奏して、もうみんなが本当に喜んでくれてって、もう泣いてる方もいたし、自分もやってよかったけれどもって、それが本当にありがたかったって、いう声を聞いたときに、ああって。で、秋一郎も音楽って言った。なんか、なんて、心を強くするっていう時間とか、心を強くするっていうこと、これ音楽ってそうなのかもねっていう話をちょっと秋一郎としていて。で、聖地さん言ったんだよね。自分でカラオケでわーってする、そういう音楽と、こう、なんか発信とか発散のね、そうじゃなくて、こう、静かに受け入れていく、こういう音楽とどういう違いもあるんだろうねなんてことも話しながら、これだったら私たちなんかまた企画できるかもしれないねって。で、清中さんのネットワークもすごいし、なんかこう、じゃあ歌手の方なのか音楽できる方なのか、なんかそういうのをやってみたいねっていうふうに言ったので、具体的に動きましょう。はい、そんなようなことで私たちも少しずつ何かできればいいなと、こんなふうに、改めて思いました。ありがとうございます。結局やっぱり2時間かかるんだよね、これ。はい。まだまだ、深めていくことはできますけれども、次は第3回目をまた企画したいと思っておりますので、その時もぜひご参加いただければと思います。で、今日この、お祭りのね、このおみこしを、この中心に置いてやらせていただけたのも、私はすごく感謝をしています。能登の民、能登のみんなが、すごく大事にしているその神様とのつながりとか、お祭りというものがやっぱり中心にある能登町、能登で、こんな形で未来を競争する場を持てたことに感謝します。これをやってくれたのもかっちゃんなので、はい、改めてかっちゃんにお礼を申し上げたいと思います。はい。ということで、すべての皆さんにありがとうございます。オンラインの皆さんも全員ご紹介できなくてごめんなさい。でも本当にありがとうございます。藤井さんもありがとうございます。来てくださって、リクルートの人事の、もうすごい方なので、皆さんここに来てくださってる人、みんなね、すごい、応援してくれてるので、ぜひつながっていただければと思います。ということで、終わりにします。どうもありがとうございました。